はい、ではですね、いよいよ計算です。正の数、負の数の、まあ、足し算引き算をまずはしっかり身につけていきましょう。具体的に問題を今回は解いていきますので、しっかり頭に入れてみてください。じゃあ行きましょう。さあ行きましょう。じゃあ、この文章を式に直していきます。さあどんな式になるでしょうか。まずマイナス5より3大きいという話です。まず基準はマイナス5みたいですね。マイナス5で、マイナス5よりも3大きいと言われています。これ大きいっていうのはプラスのことですよね。プラスのことです、まあ、全部書いていきましょう。大きいはプラスですね。小さいはマイナス、マイナス、大きいはプラス、大きいはプラス、小さいはマイナス、小さいはマイナスです。で、3大きいんだから3大きいから足しましょうと。足しましょう。マイナス5とプラス3なので、数直線上でいけばマイナス5から3いきましょうなので、マイナス2ですよね。マイナス2です。さあ、括弧2番、マイナス3より5大きいよね。数直線上でいけばマイナス3よりも5大きいんですよね。そうすると、マイナス2、マイナス1、0、1、2、つまり2だということになります。大丈夫ですか。3より6小さいらしいですね。3より6小さいんですね。3より6小さい、つまり数直線上でいけば3よりも6小さい、6小さい、つまり210123ですよね。一応6歩下がるんですよね。6歩下がるのでマイナス3になります。マイナス1より、マイナス1より4小さい、数直線でいけばマイナス1より4小さい、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5ですね。4下がります。4歩下がるのでマイナス1からマイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5ですね。さあどうでしょうか。だん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 分かってきました。さあ括弧5番です。1より、次はマイナス4ですよ。マイナス4、大事なのは括弧です。マイナス4の場合は括弧をつけてください。この理由は後から説明します。マイナス4大きいので、大きい場合はプラスをしてください。プラスをします。で、この場合どうなるかというと、プラスマイナス4って書いてあるんだけれど、さっき あの別の動画でも言いましたが、マイナス4の方向に行きたいです。で、その方向でいいよっていう話をしているので、これって実は 1-4 と一緒なんですよね。いいでしょうか。マイナス4大きい、マイナスの方向に4行きたいです、その方向でいいですよ。つまり1プラスマイナス4というのはマイナスの方向に4行くのと一緒なので、1引く4と一緒です。で、あとは数直線でいけば1から4戻るので、0、1、2、マイナス3ですよね。ここです。正数ですね。気をつけないといけないのはここの書き換えです。ここで括弧をつけたのは、足さないといけない数字がマイナス4だからです。正確に言うと 1-4 と 1+-4 というのはちょっとニュアンスが違います。ので足す数がマイナスの4であることをはっきりさせるために括弧をつけましょうねという話をしました。この考え方は次も生かされています。いきましょう。括弧6番です。
マイナス1よりマイナス3大きい。これでしょうか。括弧をつけてください。一番最初に出てくる負の数に関しては特にマイナスに、マイナスの数字ですけども括弧をつける必要はありません。問題は符号が2つ連続してしまいそうな時にはつけてください。これは掛け算でも割り算でも引き算でも一緒です。この数字についてのマイナスと式の中で使う数プラスとかマイナスが続けて出てこないため、このマイナスは4にくっついてるんですよ、このマイナスは3にくっついてるんですよってことを示すために括弧を忘れないでください。さあこれはマイナス3、マイナスの方向に3行きたいです。そのままでいいですよ。つまりマイナス1プラスマイナス3というのはマイナス1から3を引くのと一緒だよね。数直線上でいけばマイナス1から3戻るんですよね。マイナス2、マイナス3、マイナス4、つまり答えはマイナス4と。マイナス1のラインからマイナス3行きましょうっていうのと同じ意味になります。さあ次、2よりマイナス3小さいです。2よりマイナス3小さいので今度はここがマイナスになります。マイナスになります。マイナスの方向に3行きたいです。逆に行ってください。逆の方向に進んでください。つまりプラスの方向に3行くことになりますよね。つまり2プラス3と一緒です。これは数直線で書く必要もないかもしれませんが2の1から3進むので5ですよね。実はマイナスマイナスはプラスになってしまうわけです。これが一つのハードルですよね。正負の数に関して足し算引き算に関する第一段階、まず一番最初に乗り越えないといけないのはマイナスマイナスの意味はプラスに変わるんだということです。ここをしっかり覚えましょうね。マイナス3の方向に、マイナスの方向に3行きたいです。逆の方向に行ってください。つまり正の方向に3を動くのと一緒。つまりプラス3。ラストですよ。マイナス4という場所から、マイナス8。小さい。これは、マイナスの方向に8行ってください。逆の方向に行ってください。つまり、8、大きい。8、右に進んでほしいんですね、正の方向。つまり数直線上で行けばマイナス4という場所からマイナス4という場所から8進んでほしい。ここは4になります。マイナスの方向に行ってください。マイナスの方向に行きたいです。逆の方向に行ってください。マイナスマイナスはプラスに進むのと同じ意味になってしまいます。さあ今回は数直線まで入れましたが、これはこの先数直線は頭の中だけで処理して書かなくてもいいようになっていくのが理想です。大きい小さいというこの符号は2つの数字の間の関係に反映してきます。それから、最初に出てくるマイナスの符号はつけません、括弧は言いませんが、ここら辺からね、後ろの数字がマイナスになった場合は、この数字の意味としてのマイナスと式の中でその足し算なのか引き算なのかという記号と被る場合が出てくるので、その場合はいやこっちのマイナスは数字についてるんですよっていう意味での括弧を忘れないでねっていうのが大事なことでした。これね、ここで中途半端にやっちゃうとどんどんこの括弧付け忘れちゃいっちゃうので、これは結構リアル。私の生徒では高校生になってもこの括弧を付け忘れる人がいて混乱してる人もいたので、もうそういうことにならないようにこの今のタイミングでしっかり覚えましょう。数字についてるマイナスと式の中で出てくるプラスマイナスはちゃんと違いますよっていう意味での括弧を忘れないで、あとはマイナスの方向に行きたいです、いや逆の方向に行ってください、つまり正の方向になりますよねっていう、マイナスマイナスはプラスっていうこのルール。もちろんマイナスプラスはマイナスのまんまだし、
マイナスプラスもマイナスのまんまなので、そこはいいとしても、マイナスマイナスがプラスになるところだけはしっかり身につけて、あの文章の意味と数直線の感覚と、でこれが全て頭の中で全部暗算で処理できるようになるまで、しっかり今度はドリルとかね、教科書の問題で計算をガツガツ身につけてください。そうしたらやっと次に行けるので、ここは丁寧に行きましょう。